やー切ない気づきだよ。マクシマムテイズ、次からやっていきます。ロードー。まだかごへ続くんだぞ、みんな。1秒でも早く強くなって、1秒でも早くレイドを取る。ご堂々さんになってけ。あの時に僕にそう言ってくれたじゃないか。僕に喧嘩を教えてくれるって。誰にも負けない力を与えてくれるって言ったじゃないか。確かに そうごめんなさいねこれ今回から見た人にとっては何度こっちゃって思うでしょだから前回のパート見てねでパート番号見てねだったらどうして止めるんだよ僕はあとの言う通りやってるんだぞあれから霊が死んでから勉強もやめて友達を作るのも諦めてひたすら自分を鍛えてきた <laughs> うわーなな君それさー 20とか20歳あたりになったらさ、後悔し始めるやつやぞ、お前。なんであの時友達作らんかったんやって思うぞ。実際俺思っとるけんな。<laughs> 君ぐらいの年齢の時に友達作らんでさ、友達なんかいらないとか思っとったらさ、案外成長した時に友達いるわって思ってくるタイプだ、お前。<laughs> おっさんが用意してくれた筋トレ飲みニュだって毎日来れまして、一時上からしかしたことはない。せだって伸びた。 あれだっけ早くなった。体格が良くなってきたねって、お母さんにも褒められるようになって。<laughs> 700、中学生か、ほんとに <laughs>。それ、小学校低学年の領域やぞ、お前。昔はお父さんにも持ってもらっていた荷物だって、今なら僕一人でも持てるようになった。僕は強くなりたいんだ。誰かの力を借りなくても、一人でも会いつに、マサトたちに勝てる力が欲しい。あんたは、無人 後藤えっ、ー、と五十嵐ごとは僕を強くしてくれるんじゃなかったのかよ。この一年でお前は力をつけてきた。それは紛れもなく、お前の努力の賜物だ。あと数年もすれば肉体も完成するだろう。だが、戦いは力だけでは勝てない。その心は覚えておけ。ならや戦いとは力ではなく心の勝負心も強く。 そして、冷静であ、要するに、年、まあ、取っとるから、精神論を語り始めるっていうことですね。俺よなーだい大体、ジジいとかそのあたりの人ってさ、精神論よなー気合いがあればいけるんじゃみたいな。<laughs> ゆとり世代ですか、何か、僕。ななののよ今お前には心が足りないのだだそうですよ、ゆとり世代の皆さん。 なんだよそれはお前の拳には迷いがある心が迷っているのだ <laughs> 心が叫びたがってるんだみたいな感じになってる心が迷って迷ってるんだ <laughs> 迷いって今更何を迷うんだよ僕はチェーンズに復唱するって決めたんだぞそうだそのお前の決意はあの時から微塵もゆるいではいないじゃあ僕も何が迷っているって言うんだよ お前には、恐怖と不安という、2つの迷いが心に深く根付いているそれをつけたんがマサトっていうんだろ、チェーンズだって言うんだろう。自分は本当に強くなれるのだろうか。自分は戦えるようになれるのだろうか。マサトたちに勝てるのだろうか。となあこれは思春期によくありがちな不安やなだ。いたいこれ、真球したらっていうか、 新しい学校に入学したら、だいたいこういう感じになるよ。何よりも、お前は人を傷つけることを恐れている。そう、そんなこと。だから拳に心に迷いが生じる。そして迷いは自分を殺すことになる。迷いは自分を殺すことになるって聞いたことある言葉だよ。クアトロマジーナやないか <laughs>。 ヒーローの書き心地とか言うてさ、ガンダムの、アニメ、テレビでガンダム見ようってのは大体 CM でさ、ペンの CM で言わんぞ、コアトロ・バジーナが。その迷いは、恐怖と不安を乗り越えぬ限り、お前は本当の意味で、強くはなれないのだ。これを理解できるかだ役。そんなの、意味わかんねえよ絶対ゆとり世代的な反逆である。 五道の言った言葉の意味もわからず、僕は来る日も来る日も彼らに挑み続けた。ただがむしゃらに、自分の中の迷いを隠すように、少しでも強くなるために、彼らの動きや技を見て学んだ。少しでも強くなるために、一人でも特訓を欠かさなかった。少しずつだけど、着実に、確実に、自分が強くなっているのが実感できた。単純な力だけでも、五道だけに、 結婚し始めていた。それは、七役くんが筋肉ついたにあげて、ごた達が老けたの。だけど同時に、どこからか見えない髪が、今の自分におもなく近づいてくるのを感じていた。半年後。どうやら限界のようだな。うん、そう、さらっとモブ的なやつが出てくるから、このゲームは面白いのだ。はぁ、あ、煽り勢を倒した実力は認めよう。なの お前は強くなった青やられとんかいな。青 <laughs> やつくてしまったんじゃ。<laughs> 半年でか。どうしてどうして勝てないだだがそれだけに過ぎんかなわからないのならば教えてやろう。単純な力比べはここまでだと言っているのだよ。それとお回しに青,は青リゼは単純な力比べしかやってないよって <laughs> おう。同じリーゼント、リーゼントブの間だけもこんなに差があるんじゃ。 <laughs> なんかポケモンのジムリーダーみたいな感じやな1人目のジムリーダーと最後のジムリーダーでだいぶレベル違うもんな <laughs> お前も気づいているはずだ自分に限界が近づいてきているとこれからお前が踏み込む領域は力と力ではなく心と心の戦いになるお前に心を語る資格なんかあるのかいくら力と技を手に入れようとも 心が未熟なままでは先には進めない。お前はまだ、マサトには勝てない。ネクラみたいな喋り方したって心心言うじゃないわ。理解はしているようだな。ならば話は早い。お前も次の段階に上がる時が来たということだ。次の段階それは大人の階段登るみたいな感じ,じゃなのか。 君はまだシンデレラさでもこのゲームシンデレラ的なキャラクターがまだ出てきてないよお前に問う、はい、人間の中で最も効率よく力を引き出すことができる感情はなんだえ、それは興奮すねそ、そりゃ怒りだろそう、怒りだ ああだったけん、今、7役にスーパーフトシ君をあげてください。ーー力を3点、3点、やけんスーパーフトシ君,フトシ君つくっ使っとけん、3点。だがそれ、たとえ、それ、わかりやすく言えばさ、さドラゴンボールでクリリンのことかー、的なやつか。時間が経ててば怒りもも薄れれ力も失われていくああナや。<う> 今のお前がその状態だ。なるほど。これから期待でいったらスーパーサイヤ人を維持できるのだ。お前はマサトに妹を殺され、その怒りと後悔から復讐を誓った。結果、お前はその感情をバネにして、短期間にお前の飛躍的に強くなることができた。例のことか,ーか <laughs> なるほど。だけど、ななやくんここまで強くなれたんやな。でも、さらにもう一つ、今度は、 リッカのことカーが、ヤヤのことカーがないと多分、ミドリーゼント倒せないんだろうな。いや、倒してしまったんか。リッカちゃんってや前に倒してしまったんさたぶん、多分ヤヤのことカーでさ、ミドリーゼント倒せるんだろうな。で、多分、リッカのことカーが入って、ようやくマサトに勝てるぐらいなんだろうな。だがその一時的なブーストも、一年半という時間を経て、効果が切れ始めている。ああ。なんとかのことカーで、レイのことカーの期限が切れたのもうレイとのことカーではパワーアップできんようになってしまったんだよな。 お前の中で怒りの感情が弱くなっているのだレイ,のレイちゃんのことを若干ちょっとずつやけど気にしなくなってしまった的な感じだな,な僕は今でも夢に見るあの時の光景を忘れちゃいないレイが殺された瞬間悔しかったまさとか何もできない自分が許せなかったでも今は

僕はあの時、霊を助けてやられていた。一つ、教えてやろう。めっちゃ教えてくれてるやん。もう一つと言わずにさ、今更一つって言わずにも、もうもう結構教えてもらっとるぞ、お前。人間が効率よく力を出せる感情は怒りと言ったな。うん。では、最大限の力を引き出せる感情とは一体なんだあ、違う。それも怒りじゃない。<laughs> あ、みんなから気を集める感じは、元気玉を貯めるのご,ごとくな。 つまりみんなからの応援だ感情かそれ <laughs> さあいただけんの力を発揮するあ,あそれこそあれじゃ地球を守るために戦う孫悟空じゃ魔人ブーヘやみんなから気を集めてサーターンとか言うて結局サタンが集めたけどなるほどほうそれが 優しさというものだそれをなななくんが持っておったことだなハ <laughs> いきなりキーリーゼンで倒れるやめてください倒れちゃったクロ <laughs> リーゼンってこんな声だったんだ <laughs>。お前はその声で結構あっとるわ俺 ここでもかっこって、お前、未来見えとるやないか、お前。クローリーゼとお前、未来見えとるやないか、ここへんとか言っちゃって、お前。<laughs> 未来、ワンポンでやられる姿を見てしまっとくか、お前。やっちゃった、クローリーゼと何気にすごいぞ、お前。お前、さ、もう、無職で、無職とは言わずに、もう、占い師やれ。稼げるぞ、お前。あれからずっと考えた。後藤のおっさんと、緑ゼの言葉の意味、二つのままよい。 恐怖と不安。不安ってね。<laughs> 不安。僕の中にあった自信のなさ。かもしれない。それは偏ったマイナスの考えが膨大化し、姿を隠していた心の底から早上がり、表面化されたものだった。レイの死と、マサトたちの出会いがきっかけに。僕はまだ弱い。だから強くならなくちゃいけない。たった一人の妹のレイのために、強くありたい。 強く、いい。た大切な人を守るために身も心もだけど心だけはどうしても弱いままだった復讐を決意したのにもかかわらず人を傷つけることすらためらってしまうそれでも必死に弱い自分を押さえつけてレイのために何か何が何でも強くなろうと心に決めた誰もが憧れるヒーローに僕はなりたかったレイが死んでから毎晩のように考えていた もしもの自分を空想の中に描いていた。その空想の中の僕は、誰よりも強く、誰よりも悪を許さず、誰よりも優しかった。絶対的な余裕と自信に満ちあふれ、迷うことなく自分の正義を貫き通す。それが、ナナパンマン。まるでゲームや漫画の主人公みたいに、どんな相手に臆せず立ち向かい、最後には勝利する。まさに、理想のヒーロー、スラムモだった。 でも、それはあくまで、僕が作りだった胸像を、こうでありたいと願った姿。それでも、救り物の仮面だと分かっていても、手を伸ばさずにはいられなかった。それが、偽りの強さを得ることだとしても、それが、弱い自分を隠すだけだとしても、僕は、理想の僕になりたかった。<laughs> <laughs> <laughs> 飛んで行い方がバイキンマイやないか、お前 <laughs>。 <laughs> バイバイキーの代わりが自分 PGM 担当っすからー <laughs> この頃からの自家製なんやね。髪をつけてから、俺は少しずつ変わっていった。以前の俺にはなかった絶対的な余裕と自信。それと、何も、何にも起こせない勇気を手に入れた。うん、その勇気を手に入れたの習慣にさ、戦った相手があいつやけんな。 クロリーゼントやけんさ、そんな本当に強なったかっていうか疑わしいレベルやけんな。戦う相手が悪いよ。理想の何やに着実に近づいていた。何より、今の俺こそが、レイの望んでいた自分の姿だったのではないかと考えるようになった。レイはあの時、俺にヒーローズを求めていた。俺はレイに答えてやりたかった。あの時に答えてやりたかった。 レイちゃんの、レイちゃんの中のヒーロー像って何なんだろうなレイちゃんがどんなヒーロー好きなのかもし、あの、レイちゃんが結構イケメン好きなタイプだったらさ、あの、う、えーん、セーラームーンに出てくるタキシード仮面とか、そのあたりのヒーロー好きだとしたら700は無理です。そういう系にはなりません。だけど、それはもう食らわない。ならばせめて、レイの望む俺でようと思っては、そこに、 今までの僕は必要ない。本当の自分すら心の奥底に閉じ込めて、彼女の望んだ仮に染めのヒーロー像を作り上げた。それが俺の中にある迷いを消す方法であり、それが俺の中で出た優しさへの結論だった。これが偽りの自分を作り出した七役だったのか。結果的に俺は強くなれた。五た達の得意な技、 効果的な戦法をすべて吸収し、すべてを自分なりに消化させ、その有効性を確かめた。日に日にメニューが増えるトレーニングだって、妹のことを思えば、どんなに苦しくても乗り越えられた。俺の心は、霊が支えてくれている。俺に力を与えてくれている。だから、もやまず戦うことができた。あとはてめえだけだ、後藤のおっさん。その頃には、俺の実力は、青、緑、緑、緑、 黄色、黒を超え、彼らのリーダーである、無人、いがらしごとにもり五つあった。ほ、は、う、あ。二年前、春、七夜、高校一年。ふ <laughs> えっと、二年前とか言われたけどさ、さっきのシーンの何年前になるんだろうな。ちょっと曖昧になってきよるよ、これ。その。かたんかい。か、か ハハ <laughs> 後藤のおっさんに俺が勝ったー <laughs> あーこの勢いだったな、ね、くん。Twitter にアップしそうやな。自分と頼り取る後藤のおっさんをしめとってさ。俺、後藤のおっさんに勝ったよって <laughs>。リーゼットファイブのリーゼに勝ったよあ <laughs> げそうやな。あれから早2年 <laughs> ついに。 弟を超える日が来たか師匠七夜よお前は強くなった我々無職の御称を超えたのだ師匠あったらそんな通りだったのかよ <laughs> 今更こんなんに弟子入りしたが自分が恥ずかしくなったんやな夜が <laughs> かつてそう呼ばれていただけだあそれに我々の時代はもう終わったのだ これからの時代はお前たち若者が作るのだ。そこにかつてのえ、コロナを刻む必要はない。あだけど、忘れられちゃうのは寂しいから <laughs>、リーゼントファイブに改名しようと思うんだけど、どうかな？<laughs> お前弟子にそんな相談するじゃないよ。かっこ悪いな。もうそその言葉さえなければちょっとかっこよく見えたのに。隠居してどうぞ。 それにもう一つ。お前、着替えようとするんじゃない。五人の試練を乗り越えたお前に渡すものがある。なんだ？優勝トロフィーか。<laughs> リーゼントファイブに入る権利をやろう。いらねえ。いらない。なんだないよ。お前はまだ <coughs> これから始まる。 遥かなる戦いのスタートラインに立ったに過ぎるお前かっこいいことを言ってさ今いらないって言われたことを長期信じようとしてるだお前ごまかすなお前お前が走り出す頃にはマサトたちチェインズは遥か先を行っているのだそしてお前がこれから進む道の先には多くの困難やまだ見ぬ強敵が待ち受けているだろう,おうそれでも振り返らずそれでも立ち止まらず やつらと最後まで戦う覚悟は、お前にはあるかおい、700円にやられたにしては、ごと、結構元気やな、お前。俺は、戦う。その道が、たとえどんなに苦しくても、俺の心は折れない。霊が支えてくれている。たった一人で走り続けることになっても、俺は最後まで戦い続ける。必ず、俺の手で、マサトたちをぶっ潰すならば、その覚悟。 忘れるなよ東方が赤く燃えているおこのシーン見たぞ見たことあるえっクロリーゼンこんな声だったっけ <laughs> <laughs> さっき聞いて忘れた時の声となんか違う気がするやけどクロリーゼンお前平常時はこんな感じなんだ今のあいつに余計な言葉は必要ないそれにこれが根性の別れというわけでもない今はお互い少しだけ時間が必要なのだ 師匠っぽいことを言ってるやんクロリーゼとお前さクロリーゼと、ね、ちょっと今なんか変なこと言わなかった戦いに必要な術は全て叩き込んだああ今の七夜に必要なのは精神的な強さと経験そのどちらも少なくとも今の七夜では短期間のうちに同行できる領域ではないああゆえに時間が必要なのだ なるほど、めちゃくちゃ説得力あるんやけどそして、強くならなとればなか、ないのはだか、何だけではない。兄貴まさか、我々もチェインズと戦う。なんとだがこのままでは勝てか、何だ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 か、だか、何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 だか、か、か、何だ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  えーとノリスケさんの声にちょっと似た気がするやけど気のせいかなリリーゼントスキルこれ安っぽい役所の声みたいな感じがするのよなク黒リーゼント考えとけよ、うん、後藤お前そこら辺の設定考えておけよ説明 隣町だ。めっちゃ近いっすね。兄貴。<laughs> 電車で一本じゃないっすか。<laughs> なんなん、この二人。長く。苦しい旅になるぞ。どんなに苦しくても。俺は兄貴たちに一生ついていきますよ。ああ。チップ、ね。お金払って切符買えば数分でつくわ。それに。七位のやつも。放っておけないっすもんね。なんか、こういう実況者、こういうこういう実況者知っとるぞ、俺。<laughs> あの愚かなまでにまっすぐな姿かつてのアオリゼを思い出すアオリゼ言われてるぞうるせえなあそういうお前もリクされてんじゃねえかくずっていた闘争心をナナヤとの戦いでようそれにしてもナナヤ本当に強くなりましたねもやしだった頃が嘘みたいっすよ <laughs> な,んなんこいつらそれはおそらくナナヤの意識の方向が怒りではなく 妹のためを思う方向へシフトしたからだろう。は<お>後藤さんの言う通り、今の長屋に以前のような迷いは見なくなった。だが、だが完全に振り切ったわけではない。七夜の中にはまだ恐怖と不安が残っている。あ、そうなんじゃつまり、心の問題は完全に解決したわけではなく。 妹へのの思いが七の精神を支えているていこ, <laughs> このクロリーゼントの聞き方がさニュースキャスターの解説役にちょっと問いかけるキャスターみたいな感じになったのやん <laughs> <かえ> <laughs> お前ニュースキャスター向いてるぞクロリーゼントその振り方そうだだがそれは決して悪いことではないいいいいいい方向へ傾いてていると言ってもいいだろうそうなんじゃだがその思いの力が続くのは今だけだ 俺も聞きたいクロリゼ。何やの目的は何だえそりゃ復讐っすよねそう。マサトたちへの復讐だ。だがその復讐を終えたら七やはどうなる。るあほんまや。そうやな。復讐を終えたら何は何、次にどこに向,向かっていくんだそれはわかりません。そういうことだ今の七やは 復讐という目的が自分の根底にあるかたって言われるなあ,あだが復讐が果たされても果たされなくても何年の先に待っているのは途方もない虚しさだけだ何も残らんもんな妹のために戦っているのにそんなのって辛くないっすか <laughs> お前本当に辛いと思ってんのか辛くないっすかと言われてもそうに思ってないがちょっと見えてくるぞお前クローリーゼントはな 戦うということ自体は間違いではないだがそれだけでは足りないそれだけでは過去だけに執着して生きるのではなく未来に共に生きてくれる心の支柱が必要なのだそうかそれがまあ前作で言うリッカちゃんかヤイちゃんで俺はヤイちゃんルートを選んだけにそれがヤイちゃんになったわけじゃ今は祈るしかあるまいアーメン 支えとなるものが奈良屋の前に現れるのをそうかその日を境に後藤達は俺の前から姿を消した姿を消した当初は少しばかり動揺こそしたが逆に自分にとって後期の機会が訪れたことを理解した本当の意味で自分の力を試す日が来たんだと 師匠の元から離れるっていう独り立ちやな。2年前、夏。7や、高校1年生のところで終わろうか、今回は。なるほどな。なるほど。リーゼント5と7やくんの関係って結構重要なもんだったんやな。あんな感じのチャラクレーター5人でも。変な5人でも結構重要なものだったんやな、セーブは。セーブ。かっこええんななとか マキシマイズ結成とかすごい気になるワードが出てきたけど <laughs> うわーなんか <laughs> セーブの画面ですごい気になるネタバレ的なもんが出てきたんですけど気になるな次回パード5マキシマムズマキシマイズ結成ですよ <laughs> これは気になる次回気になるワードが出てきてしまったからなよっしゃ次回のパードは再生回数伸びるってことがちょっとわかちょっと期待されるぞ <laughs> よっしゃ今回はこの辺で ご視聴ありがとうございました週明けリーゼント5ってただの釜屋さん犬集団かと思っとったけど実は師匠だったんやないやー前作の感じからしてシリアス風味のネタキャラかなーって思っとったぐらいやもんないや後藤のおっさんはいいこと言おったけどさ